ベンガラコタツ吉川英二雪の北側の屋根にはまだ雪が残っているのであろう。日差しの下から室内は広いので、火が欲しいほど薄暗いが、南のスズメ口にわずかばかり強い日の光が跳ね返っていた。 昨日に続いて、ひねもす退屈な音を繰り返している、雨だれの無量さを破るように、地面へ雪の落ちる音が、時々頭身と十七人の腹渡に響いた。太平記を借り受けて、今朝から手にし始めた牛尾田又之丞が、その度に決まって書物から目を離すので、そばに座している近松貫禄が、 雪じゃよ。小声でささやいた。あこも今年は降ったかな。富の森助右衛門がつぶやくと、おう、十郎座。三、四人置いて座っていた大石瀬左衛門が、前鏡に磯貝十郎左衛門の方を見て、雪で思い出したが、もう十年も前、お国元の馬場で、 雪と言うとよく暴れたのううん十郎座は幾久でうなずいたこの中でも一番年下じゃがその頃おこしょう組のうちでもやはり貴様が一番小さかったそして泣き虫は十郎座と決まっていたので貴様の顔ばかり狙って雪つぶてが飛んできたものだった泣き虫なら もっと涙もろい先輩がおるよ。誰こよりで耳を掘っていた赤羽源蔵が「よせあの話は」友達は皆知ってることと見えて同じようにクスクス笑ったこんな風に時々和やかに崩す金言な無良さをそれでもこの部屋の若者たちは隣室の方へ気兼ねらしく 笑ってはすぐはばかるような目をやるのだったちょうど下の間にはこの九人上の間に八人二組に分かれていたその上の間の組には大石蔵之助以下老人が多く今日は漁師と硯を借りて手紙を書いている者が多かった一番年長の堀部弥平 顔の怖い吉田中左衛門「黙った桐野狭間騎兵その他原宗右衛門だの馬瀬久太夫だの真四角に膝を並べて読書か何かしていた蔵之助だけは斜めに顔を上げていつもの辛抱な瞳も今はもう何も思うことがないというようにぼんやり半目に塞いでいた」。 書き物もせず書も手に触れずどっちかといえば小柄で肩のまろい体をやっと置くべきところへ置いたというような格好で居住まいよく座っていた12月16日人々は手紙のふうに書いている「討ち入りのおとといの夜はもう過去だった」「なんだか遠い過去の気がするのである」 夕べは雨だった。平殿の印を仙岳寺の訓前に手向けてから後松平ほうき守の,の屋敷に直訴して抗議の処分を待ったのであるその結果一同46名を水野松平毛利細川の歯科へ分けてお預けと決まったのは夜で雨の中をまるで戦のような人数に警護され この白金の中屋敷へ蔵之介以下17名が送り込まれたのはすでに牛水だった。意外だったのはここへ着いておとといからの泥装束を脱いでいる混雑の中へ54万石の耐震である越中の神が自身無造作にやってきて「この度は定めし本物なことであろうの」とねぎらわれたことだった。 次には根津の番の物々しい警戒だった今朝になってそれとなく聞くと平家とは紳士の家柄である上杉男女体質の夜襲に備えるものと分かった蔵之助は「上杉家には千坂がおる」一生したが若手のいる下の間では「いや何とも知れぬぞ」 となお胸の余人を消さなかったで雪とは承知しながらずしんずしんと地響きのするたびに牛尾田又之丞も他の者も,のもすぐ目を動かした目地は表役との境は混雑していた過老の三宅藤兵衛は大廊下の角で 十七市折半役として細川家の家中から選ばれたうちの一人である堀内伝右衛門を捕まえて「何あの者たちへ火鉢を与える持ってのほかな」とたしなめていた「火鉢はおろか抗議のお預け人あの衆と雑談なども固く無用でござる」伝右衛門は物頭役で 東米よりはずっっと末席だった。老人というほどでもないが小瓶には白髪が見え怨霊な目じわの中に親しみ深い目を持った人物だった普段は上役の者へ逆らったことなどはない性格だがまざまざ彼の顔に不平な色が燃えたので東兵衛はまた言った「漁師すずりだけは許したが」。 黒のこと、串道具のこと医薬その他過剰に致して抗議へお伺い中じゃ必ずと勝手な処置相ならぬぞ心得ぬことを伝右衛門はどもった何が心得ぬご家老にはあの衆はただのメシュードとでもおぼしめしてかお預けの罪人メシュードにそういなかろう に。伝右衛門は目に涙さえ持って心外そうに。侍はもちろん、お台所の御用に参る町人やお坊主の端くれまで、義士を武士道の花よと世間を挙げて褒めおりますあの衆に対して。黙んなさい。罪は罪。ご家郎は黙らぬか。史上をもって己を乱しなどしては。 天下の御政治はもとより一般の示しがつかぬ。侍の情けを知らぬお言葉、伝右衛門は福しかねまする。福さぬ。はい。福さぬと言ったな。申しました。申さずにはおられませぬ。これは伝右伝右。貴いよいお年をしながら。 巷の人気などにポッポとしてはいかぬぞ。そんな軽薄な存念とお考えあることが心外じゃ。今の世相をご覧あれ、武士道がどこに、君臣の義がどこに。侍の賢い道は、六から六の王妃へ着き、金を蓄え、賞を数え、遊芸三昧。 人当たりよくキラの小袖で送るのが一番じゃという風ではござらぬか。その良い手本がキラ殿と匠神殿の行きつじゃ。赤穂の老子たちがしたことは、ご主君のアダを撃ったのみか、腐れきったこの世相と人心の目を覚まさせたものとデンヤモンは考えまする。それをただのお預け人と同志なさる神体が嘆かれますわい。困った熱病じゃ。 とにかく火鉢などは相ならん。と後ろへいくつもの箱を運んできて立ちよどんでいる何度の小侍たちをにらみつけて元へ戻しておけと叱ったふだんの伝右衛門とはまるで別人のようにいやかまわぬもしお咎がめを受けた時は伝右衛門が腹切っておわびするまで通れならぬ。 ご家老も切藩役のお一人ではないか。さればこそ、落ち度のないように測るのじゃ。伝う一人の腹切って済むことならよいが、お家にも関わる。あの衆の神事に侍が涙を注がいでは、いよいよ武士道は血に滴る。伝うは命を懸けて折半を務めまする。ご家老とはいえ、無慈悲なお扱いには服せませぬ。 こりゃうがどうかいたしたわい。たたしわばちは度へ返せ。構わぬ運べ黙れ。和役の命を十七師のいる広間まで二人の大きな声はガンガン聞こえていった一同は等しく耳をすましてゆうべから見覚えている堀内伝右衛門という細川家の一家子に対して 心の底から持ち上げる感激を顔へいっぱいにしながらうつむいていた。するとほどなく、何事もなかったような伝右衛門の顔がにこやかにそこに見えて。そこへひとつ、その辺へひとつ。と何度のものを指図し,して、火鉢を据えさせた。金網のかかっている大きなカネの火鉢である。 それへ、ベンガラ染めの小布団をかけさせた。言葉になど表しえない気持ちと、伝右衛門の身にかかる咎めをきつかって、みんな黙って首を下げていた。ゆうべ一番先に彼と懇意になった富守助右衛門が、何かのことから、蔵之助殿はあれで冬はとても寒がり屋なので、と話したのを記憶していて、 この計らいをしてくれたのだろう。好意どころか、命がけの接待なのだ。一同は火の暖かさよりも、伝右衛門の心に胸が熱くなった。これで夜に入っても、いくらかはおしのぎようござろう。伝右衛門は満足そうに。分けても大石殿はのう。と、柔和な笑顔を送った。 介は遠くから伝武殿いっぱいな感謝がその眼差しとその一礼とで相手の心に移ったお気持ちは頂戴いたしたしかし抗議のご断罪を待つ私ども身に余りまするお火鉢は何とぞお下げ置きをははは、<laughs> 聞こえましたな 助門がいらざる無駄話寒さなどとや子を申す境遇ではござらぬご心配くださるなただいま上役と口いさかいはいたしたがちょうどそこへ越中の神様から明日はご一同へも精進を差し上げたいというお沙汰が下った殿様ご自身明日は愛宕神社へご祈願に参られますそうなお分かりであろう 火鉢などは問題でない。東兵衛もそれを聞いて二言とない顔。もう一切お気遣い無用じゃ。さあ、いささかながら細川家の心尽くし、当たってください。くつろいで、当たってください。紫。折半役は十九名いた。交代で火盤を作り、 その日は夕刻から家に帰って休養することになっていた堀内伝右衛門は町住まいだったいつも馬で若遠に中元を連れ高輪から細川家の上屋敷に近い町まで我が家の寝床を思いながら緩慢な蹄めの音を楽しんで戻るのだった夕方のかごたまり牛引き、居酒屋 往来のどこへ耳をかしげても今江戸の話題は赤穂老士の賛美で持ちきっている伝右衛門はそれらの話を聞くと自分の名誉みたいにうれしかったまた義挙の繁栄が貧しい層にほど強く染み通っているのを知って若党へ世間はそこの方ほど頼もしいものじゃ赤穂の衆を見ても 大石殿は別じゃが王の奥の戦国どころの重心に節操のあるやつはおらぬ。義士の多くは皆気配じゃ。肉食者卑しむべしと申すが武士道は上になくて下にある。世の中を浄化する力も国を支える力も試験者にはのうて無力な仮想の方にあるというわ。 妙な話じゃぞ」と馬上から言った「暮れの松や竹も目に映らないのである」「辻や橋のほとりで人だかりを見ると」「楽種だろ」「う。読んでこい」と駒を止めた若党の佐助が走って行って「見てまいりました」なんとあった「細川や」 水の流れは清けれど、うん。ただ大会のおきぞ濁れる。は <laughs> は町人どもの勘は怖いものじゃ。義士のお預けを受けた鹿のうちでも、細川家と水の家は上ある取り扱いをしているが、毛利と松平の二家は礼遇じゃという噂がある。さてこそその風刺であろう。はははは。 やりおるの。電話会心の時にやる一人画点を繰り返して「やりおるやりおる」おると駒を金杉橋へ進めた橋の上へ立つと寒い潮の香と千鳥がそこらの川口から吹き上げた「はてな今日も」。そこで彼が。 目を反対な左の菓子へそらした木枯らしに吹かれて女は二つの長い袖を胸にかき合わせていた閉ざした狭い小屋の陰に立っているのであるさむざむとたもとの先や裾が動いたそして遠方からでもすぐ目の中へ飛び込んでくるような江戸紫の切れをたらりと頭巾にしていた どこか寂しい影のある顔立ちだった若くて水の垂れるほど美しい姿が片押しのように稍然と枯れ柳の下に凍ったまま伝右衛門が橋を渡りきるまでじーっと見送っているのだったどこの娘伝右は蔵壺の上で考えた長家の女ではなく なりや物腰は武家の娘である。しかし両家の子女が一人であんな場所に佇んでいるのはおかしい。数えてみると伝右衛門はその江戸紫の頭巾をこれで何度見ているかわからなかった。白金の中屋敷の近くでも一二編、札の辻辺りでも。 またこの金杉橋では今日でもう三四度ある時は八頭弱りげに目を惑わせながらそのくせ近づいてくる気ぶりはなくいつも濡れているような目を投げてたたずんでいる霧だった品よく見せてはいるが娼婦かもしれぬそうも考えられたどぎつい元禄の風俗 カビな女。世相に浮いている油のような表皮は全て軽薄なもの腐敗を包んだものと伝右衛門は決めていた「お帰り遊ばしませ」式台にはいつもどおり妻のイソジ女と娘のオレイトが指をついて迎えたオレイの笑顔や低粛な妻のそれを見るだけで。 もう彼の疲労は忘れてしまうのだった。家庭にあっても彼は無論良い父であり良い夫だった。行き届いた調度や掃除にも何不自由ない平和さが見えた。がちらと不機嫌に「修造はまたるすか?」。食前に着くとすぐ訪ねた。 お磯が晩酌の一酸を酌し,しながら書物を買いにと言って出ましたが書物を書物など読んだこともないにまた堺町の芝居町でもうろついているのじゃろうい,いえこの頃はよくご教訓を守って道場の方も励んでおりまする何の道場通いが当てになろう お前などそんな浅はかゆえ、若い者の行情がわからんのだ。道場の門弟仲間と悪所へ行くらしいという噂を聞いたぞ。まだ江戸が珍しいのでございます。友達に強いられて、見物ぐらいには参ったかもしれませぬ。そうかばうからいかん。伝右衛門はにがりきった。国元の親戚のメガネで、 この春江戸へのぼせてよこした若者だった堀内家の跡目を継がせお礼に目合わすに足る若者は江戸の人間や都会の風に染まった財盤にはないと言って合憲を持って誇る国元の熊本から選んだのである23年ほど手元に置いて勉強をさせよかったら決めようという相談のもとに預かっていた 戸田修造といって国元では秀才だと言ってよこした親戚の添え状通り頭もいいし人品もお磯の気に入っていたそれだけに修造は早く江戸に同化した一度風呂屋遊びに行ったことが伝右衛門の耳に入ってからすっかり信用がなくなっていたまずあれもだめじゃのう。 盃をキパとに伏せて、あんな入ものなら江戸にいくらでも次男坊や三男坊の口がある何もわざわざふすまが開いた娘のお礼が言いびつを寄せて座ったので伝右衛門は口をつぐんでしまったお父様御主はたくさんじゃごはんになさいますか うんうう。ん、もらおう黙々と飯をかむ父の顔つきを見てお礼は話題を探すことに努めたお父様なんじゃ今日老月町の研ぎ師がこの間私遊ばした刀のうち助佐だと無名と、2本だけを仕上げてまいりましたそうかその時 刀屋も不審がっておりましたがどうしてあんなにたくさんの刀を一時に研かせるのでございますか今にわかるでも合戦もないのに侍にとっては常の日も戦の日もけじめはないそしてあの刀屋は面白いことを申しました何と言うて ご主人様にはこの度は赤穂浪士の折半役とかにおなり遊ばしてまことにお羨ましゅうございますと「うん」伝右衛門は固まった顔をほどいて初めていつもの笑みをたたえた「代わりを」と召し茶碗を出して「はははわしの役目を羨ましい」とか刀屋ばかりではございません。 呉服屋の番頭も花道の師匠様も出入りの八百屋までが義師たちのためにならどんなことでも尽くしたい身代わりになってもあげたいそれのできるご主人様はお羨ましいと申すのでございます姿勢は人を討つそんなかのそのかわりうるさいことも聞かれて困ります大石蔵之助様はどんな顔だの 堀部様はどうだのははは、<laughs> 見たいのじゃな一番困るのはお仕置きはどう決まるであろうと私に聞いたらわかるかとでも思うて探るのでございます何事も知らぬと言うておけでも世間の衆は寄ると触るとどう裁くか我が身のことのように案じているので時にはそばで聞いていても 涙がここぼれることもございます。本当にお父様どう決まるのでしょう分からぬ遠藤ぐらいでございましょうかさあやはり死材でしょうか何ともまだ死材でも打ち首か切腹か貼り付けか言うな。 デエモンは首を振ったお裁きはご聖道じゃ将軍家や閣老方の慎重なるお考えにあること我々などが口にすることではないだがすっかり機嫌は治って伝右衛門はやがてのびのびと安息の寝床に入った彼が眠りかけると「修造様おかえり」。 と玄関の方でお磯とお礼との声がした帰ったのかな伝右衛門はそう思ったが周蔵の部屋に人の入ったらしい足音はしないはは <laughs> と伝右衛門は悟っていた案の定夜が更けてから裏庭を開けてそっと新書へ足音が消え込んだ それが収蔵だった。ちっと彼は寝返りを打った田作り細川家の優遇を通して世間の噂だの身寄りの消息だのまたその後の上杉家の態度などが分かると十七師はすることもなく 一日ましに藩の折藩役と親しみを加えていった。伝右衛門は都の居だった。広間の方であまり愉快そうな笑い声がどよめくので彼は夕刻お台所の方からそっと取り寄せておいたごまめの醤油煮に唐辛子をかけたのを蓋物に入れのこのこと出向いていった。おう おにぎやかなことでござるの。いやあ、デンウ殿か。デンウ殿、ここへござれ。下の間の若者たちは、ベンガラ染めのこたつ布団を中心に固まっていた。デンエモンは自分の息子たちを見回すように目を補足した。いつもお元気じゃの。何か面白い話でもござったか。あるわ。 まあお座りなされ。ひょういつな片岡源五右衛門が言った。今の近松貫禄目がのろけを言うた。それは近頃めずらしいことじゃの。してどんなのろけ江戸詰めの頃、他藩のおルスイと共に吉原とやらまいって、ひどい女にもてなされ返されないで、弱ったことがあると言いよる。 はははこの貫禄殿がのうとその貫禄のそばへ座ったこたつのぬくみがあいあいと脇をたたえて伝右衛門は自分までがかやぐ気がした貫禄は打ち入りの時がたの猛さと出会って泉に落ちその時小手にけがをしたので知らぬので左の腕を首につっていた頭をかいて う嘘。う二言を言うぞ。伝愚殿が来たと思うて。はははははは。笑いながら、一人が伝右衛門のそばにある蓋物を見つけて。これは何じゃ伝右衛門は蓋を取って。たまにかような茶受けもよかろうかと存じて。ほう、ごまめじゃ。何、マメ？と一同は首を伸ばして。 よかろうどころかこれは珍品。ピン。おひとつおつまみなされ。赤羽玄蔵が毒味と言いながらひとつつまんで。こりゃおつだぞ。唐辛子が効いておる。いやちと効きすぎる。と目をこすった。うまい、香ばしゅうて。玄蔵に涙をこぼさすなどは、おつなたづくりじゃ。案外評判がいいので、 デエモンは嬉しかった。すると沈黙していた上の間の方から吉田忠左衛門が「伝右殿そこもとは若い者がお好きで困る。と老人組の方へもお話においでくだされ。いやこれは失礼」と伝右衛門が真面目に受けて田作りの双物を持って立ったので二的も崩れるように笑った。 その声に目を覚ましたか、同じ色のベ弁柄色のこたつ布団に横顔を当てていた倉之助も、ふと顔を上げた。堀部弥平は眼鏡を外して、耳寄りなお魚。こちらへも地と頂戴しておきたいものじゃ。さあさあ、どうぞ。わしも酒のおに。小野寺十内はうやうやしく回収を出して、 四五匹の田作りをそれへ取り分けて包んだマセ九代佑は箸で手へ取ってむしゃむしゃ試みながら「なるほどこれは結構久しぶりで総菜らしいものを食うた」無論何気なく出たのだが九代佑の言葉に一同はハッとしたようだった死を待つ国宝の罪人に花分とも何とも これ以上は好意の表現がないほど優遇を尽くしてくれている細川家に対し、また折半役の歌詞に対して、今の言葉がちょっとでも不平と響いては申し訳ないという気持ちが、着せずして誰の眉にもピリッと動いたのであった。だが伝右衛門は、そんな神経は持ち合わせてもいないように、むしろそう言ってもらったことが嬉しい顔つきで、 おひどくお気に召されたの。手前も非番の日は地と晩酌をやりまするで、上後の下はわかると見える。だが田作りの唐辛子になど、あまり失礼者ゆえどうかと思うて。すると蔵之助が、電羽殿。こたつ布団をのけて、静かに真四角な膝を前へ進めてきたので。 門はここへ来るとついくつろいでしまう自分を急に引き締めながら「はっんぞ」と別な返事をした蔵之助は言いにくそうに「まことにわがままらしい申し出でござるがはい我ら永年の浪人暮らし添いそしょくに慣れてまいったせいか」。 ご当家より長責頂戴いたしおります二十五歳のお料理は結構すぎてちと思うございます。ヒップが税にあいたかのごときもったいない申し分でござるが以後は一十一歳か二歳それもちさ汁ぬか味噌漬けなどの類にて仰せつけくださるようお前番へお頼み申し上げまする。 やへそう右衛門十内などもおについていった「そうじゃそう願いたいよ」「実を申すと毎日のごちそうには少々参った形でござる」伝右衛門は笑い出した「それでは悲劇の引き倒しというやつでござるの」そうそうそれに所見のほか ほとんど身動きもせぬ体じゃ。ところが二十五歳は大衆のお声がかりでござれば、こりゃ一存で減らすわけにはいかず、それに加えてお台所は優うに及ばず、料理人どもは何でもかでも、おのおの方に喜んでいただきたいと腕によりをかけ、必死にうまいものをうまいものをと作りますので。いやいよいよ弱る。 とお体を動かすことができればよろしいがそれだけは講義の手前定めし外気にも植えましょうのう沈黙家の奥田孫太夫が墨の方から初めて口を出した毎晩足の土踏まずがカサカサして平行でござる我ら今は何の欲もないはだしで土が踏みとうござるごもっともじゃ 五島家はお庭も広し、品川の海も一目、金貨のお節はおのおのお庭へ集めるご規則ゆえ、火事でもあれば庭をご案内いたそう者を。しんみりとおでん右衛門は言った。そして、おお時計が鳴った。おやすみなされ。と立ちかけたが、また戻ってきて、申し忘れたが、 明日より多くの役者の間に大工どもが入りますが矜事ではござらぬゆえお気にかけぬように」と断って詰め所へ下がった小屏風がいくつも取り出された蔵之助は茶色のちりめん頭巾をかぶって上の間の床脇へ寝るのだった下の間は寝つきが早くすぐ静かになったが上の間では咳の声がなかなか絶えない 牛尾田又之丞はネイルと歯ぎしりする癖があってよくからかわれた一番老年で今年76歳になる堀部弥平老人があるよえいえい二子へ寝言で人を切るような気合いをかけたので若者部屋の者がガバッと総立ちに起き上がって夜中に大笑いをしたこともあった 川屋に立つほか、昼間何もせぬ体であっても、夜はやはり眠ることが楽しかった。お預け飲みになって二三日の間は、まぶたをつぶると、白い雪と刀とがちらついて仕方がないと誰もが同じことを言ったが、次にはやがて来る死に対して、深刻に考える癖がついた。若い人々ほどそれを考えた。 老人は同時に自分の生涯の出来事から死までを毎晩絵本でも来るように思い出ししわぶきのやむのと同時に眠ったけれどほどたつともう考える問題が何もなくなった死は白い髪を見るように当たり前な観念になった床に入って寝つくのが誰も早くなって すやすやと十七人の寝息がそろったそしてその一つ一つの小屏風のうちへ鹿の大名に分かれて同じ境遇にある我が子や友やまた故郷の母や兄弟が夢になってこっそりと忍び込んだ十郎座朝 ああ、まだ俺は生きている。日を見ると誰もそう思った。昨夜の夢を話す者はなかった。よほど嬉しいことがあると見えて、伝右衛門がニコニコ顔で何か抱えてきた。ご一同、今日からおタバコのお許しが出ましたぞ。これは確かに福音だった。 ここにいる者ほとんどがタバコ好きだったが大使の越中の神はタバコ嫌いで禁煙は半風のようになっていたそれを伝右衛門はどうかして殿の許可を得てきたのである接客用の下げたばこ本見事なき絵で政治のホヤが入っているキセルを添えて髪の間と下の間へ差し出し 備えておくわけにはまいりませぬがご所望の時にはいつでも差し出しまするさあ十分にお吸いください何かしら祝詠として皆うつむいた多感でじっとくな奥田孫太夫は目をしばたたいているし堀部老人は後ろを向いて花紙を鳴らしたささどうぞご好意に甘えて 大石殿から先に参らせましょうと原宗右衛門が押しいただいたしばらくの間ゆるい紫色の煙が上の間からも下の間からも流れた今年も暮れますのう早見東西門が煙の行方を見ながら話したされば 門は何か言いかけたが口をつぐんでふと奥の物音にこう言った「大工が入ってお騒がしゅうござろうその代わり初春は早々あちらの役者の前お移りができまするここは苦労ござるがあちらなれば庭も見え空も見え」と言いかけて「像蔵殿どうなされた 体を無償に描いていた赤羽玄蔵が。小傘ができましてな。かゆうてたまらぬ。そりゃおつろうこざろう。なぜ早くおっしゃらぬ。天意に申して塗り薬を取ってきて死んぜよ。デウのデウの、おついでに郎老冴も。一服をお使わしくだされませ。従老冴もと見回すと。 この中では一番の年焼者で、眉目の修麗な磯貝十郎左衛門が、少し青白い顔して片手で腹を押さえていた。ご病気か。い,いえ、少々ばかり。十郎座は首を振った。そばの者が。微老でござるが、十郎座は下痢気味なのでござる。両三日我慢いたしておりますが、お手当を。 なぜ我慢などなさるさようにお親しみくださらぬと、でうめは殿のお心持ちを十分にお取り次ぎができませぬ。役目の落ち度と申す者。どうかもっとお心安く用事を仰せつけくださらぬと困る。これから気をつけまする。叱られたように十郎座が真顔で謝ったので、そばの者も伝右衛門も笑った。 十郎座は顔をあからめて、少年みたいにもじもじした。朝夕世話をしているせいか、伝右衛門は今では全くこの人々を他人とは思えなくなっていた。とりわけこの磯貝十郎座右衛門には、一番年少者であるせいか、自分の子みたいな愛着があった。ふと胸の中で、一人娘のお礼の顔と、 十座の顔とを並べてみたりした「年といえば熊本から来た収蔵目といくつの違いもないに」と思ったまたある世のつれ連れに堀部老人から十郎座の身の上話を聞いたことも手伝っていた何でも十郎座は14歳の時に堀部老人の推挙で 匠守の,のおこしょうに上がったのが奉公の初めで、老子のうちの多数は、敬肺でも二代三代の重音を受けているが、重老座などは訓下には極めて御音の浅い方で、復讐に加盟しなくとも、誰もそしるものはないくらいな位置であった。それが江戸へ出ては、前原伊助などとともに町人姿になり、 キラ家の内部へ出入りして一番至極な役目とされていた密定の役目を完全に果たしたというのであるその密定の仕事のうちでも最も探り得なかったのは吉良幸助之助の寝室の位置だった討ち入りを決するまでにどれほどそれを知ることに同志の者が苦心したか想像のほかだった それを最後に突き止めて、味方によしと最後の準備をさせたのも十郎座の主君だと聞いているし、その夜堀部安兵衛と裏門に回って、得意の槍を振るって駆け入った武者ぶりや、あの討ち入りの騒動の中で、吉良家の飼人を捕らえてろうそくに火を灯させた落ち着きぶりも、十郎座の性格そのものだと聞いている。 また、キラの印をあげて仙岳寺へ引き上げてくる途中、金杉橋まで来ると、蔵之助が十郎座を差し招いて、ちょっと母の顔を見てこい。と言ったが、かぶりを振って十郎座は行かなかったという話や、それらがいつとはなく、特に伝右衛門が彼を救う原因にもなっていたには違いなかった。 金杉橋からたった一足の正原橋の裏長屋に十郎座を目の中に入れるほどかわいがって育てた母の定龍が一人で住んでいるのも、蔵之助は知っていたのである非番の日にそこを馬で通ると伝右衛門はよくこの辺だなと思い出す話でもあっただが定石こうして同じ屋根に暮らしながら観察していると 十郎座は美貌だし、なでがただし、一体どこにそんな号機が隠れているのか、不思議に思えた。今だってそばの者が下痢だと言ったのを、まるで処女のように赤くなってはにかむのである。男が惚れる男だ。伝右衛門はついじっと見つめてしまった。お礼の姿を、 彼のそばに描いて、「どれそれでは天衣を連れてまろろその方が早かろう」「一つの青春正月になった松のうちが過ぎると閣老や世間の間に醸されていた阿公浪人御処置の問題は画ぜ表面化してきた」 世人はその論議に熱した。表情書の十四人衆から閣老へ差し出した意見書の願目は、老子除名説だった。阿公浪人の虚は、君心の美徳を高揚したもので、これに死を与えることは、道徳に死を与えるも同じである。また阿公浪人の行動は、五条目、 武家諸法度の作法を一点も乱してはいない。だから都槽の暴挙でないというのだった。それは民間の世論とほとんど同じ気持ちだった。将軍家すらも内心ご同意という噂がある。だが強硬な反対説も現れた。多くは学者である。 学府の中でも最高権威者荻生宗右衛門は真っ先に老師私財を主張した理由は法の尊厳である寸後を犯すべからずと迫るのだった幕府は義と法の重さに迷った老中の意見も二分するしここに上杉家という白眼で見ている一派もある だが世間は世論を挙げて老子の除名を信じた。ことに細川家などは台所役人から大衆までが殺したくないので胸がいっぱいだった。大衆自身、神にまで祈願したほどであるから情熱的に助かる、助かりましょうと言い合った。でひそかに 五社面となった時、遠島にそせられた時、死罪の時、三つの場合を予想して、急場にまごつかない準備をしていた。伝右衛門などはことに、十七氏が細川家に長預けになる場合は、当然お召し抱えのお沙汰があろうし、また自腹と同時に大将の入り用は決まっているから、 その時に役立つようにと秘蔵の孤島新刀十本をとっくから刀屋へ手入れにやって一人で済まし込んでいた「梅が咲いたのあの週に早く晴れ晴れと今年の花を見せたいが」もう1月の末その日も非番で伝右衛門は自宅へ戻るところだった。 金杉まで来ると若党があれ旦那様また倉壺へ寄って主人の袴を引いた証言橋の上にくっきりと濃い紫白い顔が見えたうん気違いじゃろこの辺でもそう申しておりまする若いの怖いほど良い女で。 不憫な。ちょうどお礼と同じ年ぐらいではないか。お嬢様と申せば、お嬢様も近頃は、どこかご気分が優れぬように存じますが、そちの目にも痩せたと見えるか。血とご血色が。うん。帰ると今日は修蔵もいた。お礼と母と顔をそろえて出迎えた。 機嫌がいい。しかし修造にはあまり物も言わず晩酌が済むとすぐに寝室へ入ったかなり眠ったつもりだが近くの太鼓はまだ夜中には早かったといっても家人は皆床についたはずなのに裏庭で物音がする」と足音「修造だな」 直感に首を上げて、「この頃はだんだん遊び上手になってわしが寝かけてから抜け出しおるよし今夜」「下げ刀で雨戸を開けた母屋の裏から早い人影が庭木の中へ隠れた伝右衛門は飛び降りて裸だのままそこへかけた誰だ盗賊か収蔵か」 これでいズルズルと襟紙をつかんで引きずり出すと。あお許しを修造だの。こら卑怯者。顔あげいなんじゃなんじゃ。その懐から落として隠したものは、見せろあこればかりは修造は両手で懐を抱えた。 その肩を伝右衛門は思わずカットして蹴ったお礼の大事にしている手箱が転がった銀の平打ちだの別っの櫛だのが散らばったいや娘のこめかみに青白い怒りを走らせて伝右衛門は修蔵の襟髪をつかみ直した己浅ましいやつ。 娘の部屋から遊びの城にこれを盗み寄ったな盗賊の所業じゃこの盗賊目がお父様不意に彼の足元へお礼が走り寄って泣き倒れた私があげたのでございます修造様にななんじゃと貴様が修造にやったはいどうしてもお入り用だというお話なので まな。たわけ額からどなりつけて「母を呼べおいそ!」はい後ろに来てし然としていたお前もお前だぞよう聞けこのバカ娘がこの優等時に遊びの城を見ついでおるのじゃ貴様母としてなぜそんなことに気づかんふゆきとどきせんばんな お詫びいたしまする。まったく私の生ぬるい。そんな詫びごとで済もうか。そちとお礼の救命は後でする。まず修造だ。手を離して。修造、出て行け。しゅくっとお礼が泣いたのに誘われて、お磯も修造も涙を流した。見るも汚れだ。 己のれのような入弱武士に、赤穂の衆の爪の赤でも煎じて飲ませたら、少しは人間らしい魂にもなろうか。ちっとは世間であの衆の噂もその耳に聞くであろうに、呆れ返った大馬鹿。いやいや、もう何も言うまい。即刻、熊本へ帰れ。申し訳がございませぬ。まったく、同門のお友達と、 近頃酒を飲み覚えまして言い訳がましいことを申すな行けと言ったら行けこれおいそう傘とわらじそれにロギンを使わせあなた早くいたせでもあまりといえば今宵ばかりはかばい立て一切ならぬわしは苦々しい我慢を今日までしていたのだ措置が出さねば わし自身傘わらじを背負わせてつまみ出すぞイーステルと伝右衛門は風呂場で足を洗って寝てしまった。明くる日、出役の間際に。舟染めは出てうせたか。はい。不憫ではございますが、仰せのよう。母と娘は焦然と答えた。 熱盛。二月に入って二日の晩だった。伝右衛門がちらと用事に姿を見せると、髪の間から、おう、良いところへ、伝右衛門のこれへ。珍しく蔵之助が呼ぶのである。それもいつになく朗らかに。見ると酒が出ている。甘党の赤羽現像。 吉忠左衛門堀部老人小野寺政の人々は甘みぞれを飲んでいた無言孤児の奥田孫太夫までが今夜はひどくニコニコしているのだったお杯をくださるとか伝右衛門が座るとされば十郎座その杯を伝右殿にはい ぐと嬉しげに、十郎座殿の杯じゃの。伝右衛門は干して返した。十郎座は手を振って、もう参りました。急磯貝卑怯と下の間で、近松貫禄が叫んだ。伝右衛門は手を伸ばして、これはいかなこと。刺した杯、取らぬ方やある。 でも今宵は、食べようでござります。伝宇の許しません。と、廊下へ逃げた。蔵之介は笑いながら。いやいや、十郎座はあのような優男でござるが、酒はしたたかにやりまするぞ。伝宇の、お逃しあるな。帰せ、あつ森。 もんは戯れながらとうとう彼を捕まえて抜敗として大きなので飲ませた十郎座は覆るように座って「うち死にまだちょっと早い」早水東左衛門が腕をすくって「もう一個ん。追いじめなさるなもうもう」熱森はこのとおり首差し伸べたそんな弱い十郎座ではない よしよし、飲まねばあの子と話すぞ。貫禄や世左門は面白がって。そうそう、飲まねばあのことを伝武殿のお耳に入れよう。なんじゃ、そりゃあ聞きたい。十郎座が手柄話、キラ殿の寝間を探った一件じゃ。そりゃあ聞いた。いや、それに絡んでの話じゃ。 堀部殿はまだみんなは話しておられぬのじゃ。デ伝ド殿、聞きとうないか。十郎座は色男でござる。いけない、謝る。十郎座は慌てて。それだけは勘弁せい。飲む、飲む。その代わりにデ伝ド殿、明日はまた御定員をお願い,いや飲んでもらうより。その話、聞きとうなった。なんでござる。 十郎座殿の手柄話に絡むこととは。なんじゃそりゃ聞きたい。知らん知らん。信言秘密と申すなり。ははは、見ろ。十郎座があの困ったらしい顔を。ははははは。そんなにぎやかだった前の晩を忘れ去ったように、あくる日の三日は皆せっせと故郷や地域へ手紙を書いていた。 ことに倉之助小野寺十内など長文で細字に半日も筆をねぶってタバコの書紋も出ないのであるはてな伝右衛門はいつもと違った人々の美雨を感じたと夜になって神屋敷から使いが来た鎮痛な屋きが詰め所に満ちた 労の採決はついたのである幕府の内位がその日歯科へ向かって走られたのだ四十六名切腹ダメだったか伝右衛門は詰め所から立つ勇気も口を聞く勇気も失ってしまった同時に「ああ偉い。 しみじみと腹の底で言った。考えてみると、正月は敷日が多い。二月一日は日光のお鏡開き。これも敷日だ。それが過ぎれば間もあるまいと、自分よりも先に洞察して、昨夜は別れの酒を、今日はおのおの死の身支度をしている蔵之助以下の人が、 ずんと目の前に霧を払った連山のように見直された越中守の,の伝言でそれを言葉で伝えるにはあまりに冷たい明日の朝は床の間に花を生けようということだった罪人の部屋に花それでわかるあの週に花を見せる日が来たか。 紋はその花池を出しながら人間の作った法というものを考えた用事が終わってからも行くに堪えない気がしていたがやはり心にかかってちょっと老師たちの広間をのぞくともう上の間も下の間の人々も半分は床に入って休んでいたが大石瀬左衛門富守助右衛門 近松貫禄などは起きていて。おお<う>、それにおいでたば伝右殿とお見受け申す。お入りあれ。もうおはやお休みでござろうに。いや、ちょっとお目にかけたいものがござる。他でもないが、我々どももやがてほどなく、この世の拉致も吐こうと存ずる。お礼と申すも今更ら,らしい。お糸ま乞いと孫に。 ここで芸尽くしをご覧に入れよう小屏風を持ち出してその陰でスケ右モ門と貫禄が竜達の節を真似て歌った世左門は真面目腐って堺町の歌舞伎踊りを踊るのだった屏風の陰から2人のお尻が突き出ているし世左門が澄まし込んで毛ねを出して踏む足拍子もおかしかった みんな笑った。伝右衛門も腹の皮がよじれた。涙をこぼしながら笑いこけた。十郎座は床に入っていたが、腹ばいに首を上げて、困った音などもでござる。伝ウドの明日はその手合いに、急を据えておやりなされ。と言った。かしこまってござる。 下が十郎座ーの底元のお腹の具合は上天気、は <laughs> は上天気。明日の日よりも続きましょう。良い春じゃ。いやお休みなされ。お休み。デウドのお休み。デウドのお休み,み,み,み。お休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 み。 一人残らず行った。琴の爪。翌日の四日は非番にあたっていた。伝右衛門はひととでも長く爪所にいたかったが、時刻が来たし、交代の同僚も見えたので、焦然と中屋敷を下がった。目の縁に薄黒い肉がたるんでいた。 馬の上でも、彼は一言も物を言わなかった。いや、修造様が。若党が口走った。札の辻の往来から修造の影が路地へ走り込んだのを、伝右衛門は見て見ぬふりをして通った。もう遠い江戸にはいないはずの彼だったが、わらじなどもつけず、いつもの身なりで、 まだどこかに身を寄せている様子だった帰ったら救命してやろうおいそがよくないどこかに置いてもう一度わびをさせて家に入れるつもりだろうバクとした彼の頭にはそれすらそれ以上には考えられなかったただ夕べのり達節の声踊りのけずね、 そして涙をこぼして笑ったことなどが錯前と頭にあった。すると不意だった。走ってきた女だった。悲鳴のような声でいきなり、殿様、殿様、お慈悲でござります。もつれて何を言うのか、とっさだし、馬がひずめを狂わせたので聞き取れなかった。ただ伝右衛門には、 自分のあぶみへ皮脂としがみついている黒髪と白い顔とそしてもう目の中にまで染み込んでいる濃い江戸紫の布が溶けて肩から胸に垂れているすさまじい女の姿をはっと見た「教助め!」若党が横から突き飛ばしたわっと倒れた途端に泣いた女の声は生涯耳から消えまいと思われるような叫びだった すぐ橋のそばの番屋から人がかけてきたので幸いと伝右衛門が駒を進めると絹を裂くような声がお城で聞こえたそして何者かが前へ回って伝右衛門の駒の口輪をガキッと押さえた何するわしじゃ見ると同僚で同じ切半役の林兵六である「伝右衛門すぐ引っ返せ」。 いや、五条氏か。とうとう来た。あ今日、今日。伝右衛門は夢中で鞭を振るった。すでに十七師の部屋は静かだった。最後の食事を済まし、おのおの越中の神の贈り物、自らの小袖に浅無垢の紙下をつけ、旅、 帯ななどをつけているるところなのであ伝右衛門は爪所とそこと廊下とまた上司と検視役の控え間との間をうろうろしていた「いけない見苦しい」自制して爪所でガブガブ水を飲んだ前日予告があった代わりに上司が来ると急だった最も人数が多い。 黄昏前に終わらなければならぬ。越中の神も密かにおなりだ。大書院におられるらしい。庭には白い幕、白い屏風。伝右衛門は目を背けた。広間を見ると、ずらっと同じ白と浅木の死に装束が、涼やかに並んでいる。彼の熱い眼に、 そうして平然といる人々が不思議だった目で人々は伝右衛門に別れを告げた伝右衛門の目はそれに応えるのすら危なげなものをいっぱいにたたえていたすると一人が「デンウンドの、今日は別してごちそうになりましたがまだタバコが出ませぬなおお、ただいま」。 細川家の者は皆な死なぬ者が上ずっていたタバコ本を持ってきた小坊主は原宗右衛門に頭をなでられて泣いてしまった漁師すずりが出る自生書くものもあり書かぬものもあるその間に伝右衛門はやっと人々と別れが言えた いろいろなことづてを彼は書き留めた蔵之助とも最後の声を聞き合った十郎座殿には何か十郎座はにっこり首を振ったやがて時刻大石蔵之助の名が先に呼ばれた彼の姿が 庭先の白屏風の影に隠れるとしーと真夜中よりも静かな一瞬が来た異様な音がバスンと聞こえたと思うと人々の表にさっと青白いものが走った「蔵之助殿おしまいなされました吉田忠左衛門殿おいでなされ」庭で役人が呼んだ。 それから順々に最後の大石瀬左衛門の切腹が終わったのはもう夕方庭は屏風と幕だけが暮れ残っていた伝右衛門はもう自分が悪鬼か人間かわからなくなっていた人々の遺品や脱いだものを各々札をつけ番号をつけて 空虚な部屋の隅に積み重ねていた」と覚えのある十郎座の衣服があったきちんと畳みつけてある古い帯古い持ち物全てが几帳面に若かったなあたと横顔を押しつけた若い十郎座のぬくみがまだあるような気がした するとその間から何か落ちた見ると濃い紫のちりめんの小切れだったふくさにしては耳縫いがないのである何か包んであるので開けてみるとなんと琴の爪が一つ琴の爪あの美貌で豪気な侍の これが死後までの品だろうか。デイエモンはひょっとそぐわない気がしたが、二日の晩の彼を思い出して。さては、キラ殿のおねまとは。読めたのである。もう一人、彼は別な最期を見送る責任を感じた。だが夜だし。 もうあそこにいるかいないかを疑問にしながらその夜更け駒を家路へ向けてゆくと金杉橋は真っ暗だった番屋を叩いて聞かせるとやはり彼女は伝右衛門を待っていただがもう行ける人ではなくあれから番屋の者の隙を狙ってすぐ表の川へ身投げをしたというのである そしし、ててかをいいる昼間のことがあったので死骸にコモをかぶせて再び伝右衛門が通るのを待っていたとも言ったどれ青万太郎はコモをめくった白い顔が馬上の伝右衛門にいつもの目を向けているように仰向いていた そしてその胸にかけてある紫ちりめんの頭巾は隅のところが5寸ほど四角に切り取ってあったちょうど伝右衛門が懐に持ってきたとの爪を包んである小ぎねぐらいほどかけていた「よしこの死骸はわしが引き取る」伝右衛門は彼女の抱いていたという手紙だけをたもとに入れてひめの音もやや軽く 家へと駒を急がせた。馬のそばにかけている若刀や中元には、主人の気持ちがわからなかった。で、やや彼の表が浅えたのを見上げて。旦那、あの女は一体何でございます腰元じゃろ。へえ、どこのキラ殿の,の。 と言ってすぐその下から「人に申すなよ」伝右衛門は手綱を伸ばして反り身に如月の星を仰いだそしてまた独り言に言った「周蔵もあれでいいお礼の願いも入れてやろう」。